スタートしました。コースターとは定型クラレット。しかし間からダッシュよく栄新正門が出ていきました。栄新正門出ていって2番手の位置わずかにクラシカルバリューですが、最内をつきましてはゼッケン2番の大気サクセション、乙女座ミッキーがすっと4番手の位置、内からだ半分差、4番のシンクスマイルは5番手に控えています。2馬身ほど馬群が開きました。内からキルト、そして外から里のエクセル首を覗かしています。その後の集団ですが、間に10番のベラーチェを置いて、外からスッとヒドゥンブレイド、そして内々第5飛竜に13番の定型、その後方からは定型クラレットが行っております。そして後方から2頭目9番のスフィダンテ、最後方ですが幾分置かれて6番ルーベルという体勢です。各馬が残り800を通過、3、4コーナー中間です。栄新正門が先頭です。リードは体半分から首、単独2番手7番のクラシカルベリュー、乙女座ミッキーが3番手、先団3頭固まっています。あとは2番の大気サクセション、4番シンクスマイルは5番手の位置を進んで、外からすっと里のエクセルが現在6番手から後位に接近する構え、ヒドゥンブレード中段の外目押し上げて内々食い下がって3番のキルトです。第4コーナーカーブ、直線コースへ向かったところで、先頭は栄新正門頑張っている、栄新正門頑張っている、クラシカルベアル、そして内からは2番の大気サクセションが接近してくる、さらに外からはスーッと今、里のエクセルが伸びてきた。残り200を通過、間には4番のシンクスマイルです。さあ先頭は再び栄新正門突き放した、栄新正門突き放した。2番手争いシンクスマイル、そして11番の里のエクセル、先頭は5番の栄新正門、ゴーリン栄新正門です。